我らがゴッド青井染。これも結構大きいよ。立派なハゼ。これはこんにちは、ハエチャンネルです。今日はね、ハゼ釣りにやってきました。イエーイ。場所はね、豊洲ぐるり公園なんですけれども、皆さんご存知の通りね、豊洲ぐるり公園って周りを運河がねぐるーっと囲んでますよね。で、北側の方はね、あの水深が結構あって隅田川の方なんですけれども、まあ、いわゆる南側っていうんですかね、僕が今歩いてる方はまあ、船も通ったりしますけれども、ゴロ大使がね、あの護岸の方にね、敷いてあるんですね。こう見ていただくとね、分かる通りこういう風にね、護岸をゴロ大使がね敷設してあるんですね。で、ハゼを狙うならね、まあ、深場もいいんですけれども、やっぱハゼってこういうところ好きですよね。で、こっちの方の運河はね、あのずっとこれ上流の方に登っていくと潮見の方につながる、まあ、小さい方の運河っていうのかな、あの隅田川の方が大きいんですけど、ぐるり公園の北側のね、今日はねこっち側でねハゼをね釣ってみたいなと思います。あの潮見の方もね、もっと行ったら江東区で小名木川とかね、まあ、十間川とかね、そういう有名なあれ川ありますよね。で、今年ねハゼが結構釣れてますんで、ハゼねぐるり公園でも釣れるんじゃないかということで、ちょっとね遊びに来てみました。お楽しみにご覧ください。さあ釣れるかな。今日はね、小潮なんですけれども、すごくね、潮がね、澄んでますよね。濁りがないっていうかね。で、ハゼは、あそこのね、石の際のもっと向こう側のね、深いところにいると思われるんで、そこまでね、キャストして投げて、それで狙っていこうかなっていう作戦です。我らがゴッド、青い染め。青い染め。これね、ワンパック。これ 100g 入ってますけど、これでさて最後何が釣れてるのか。はい、針はね、まあ、7号ぐらいを中心にキス針、それからこれね、早掛け針のキス仕様、2本針ね。仕掛けはね、天秤に5号の重り、それからさっきの早掛け針、2本針です。これでやっていこう。こういう感じですね。よっしゃ、第一投、ちょいっと。まずはこの辺に1本入れておきましょう。2本目もね、同じく早掛け。早掛けでいきたいと思います。早掛けの2本針、7号。2本目はね、ちょっと距離を空けて、ここ足元回収するの注意しないと、ゴロタに針が引っかかるからね、なるべく早めの回収を意識しないといけないですね。こんな感じね、ピュッと
食べられてないね。ちょっと食べられてるね。ちょっと食べられてるな、2つとも。ちょいちょい食べられてるよね。ちょいちょい食べられてます。なんか重たいような気もしたりもするし。あ、ついてんじゃん。おー、釣れた釣れた釣れた。よっしゃー、一匹目。でけえ。でかいっす。まあまあでかいね。まあまあの大きさだね。なかなかのサイズだね。なかなか幸先のいいスタートを切れましたね。割とね。ちょっとこっち側投げてみよう。ちょいっと。なんか当たってるような当たってないような、釣れてるような釣れてないようなだね。どうなんだ。お、釣れてる。お、おっしゃ、あ、落ちた。落ちたよ。来たかな。おう、釣れた。あ、また落ちた。また落ちた。おいおいおい、これなんだ？合わせてみようか。えっ、乗った。なんだこれ。おお、重てえ。何これ、エイかな。あ、抜けた。さあ気を取り直して、今日はハゼが欲しいからね。江戸前のハゼちょっと取り込む作業を注意しないと全部落ちちゃうな。ちょっとね、下手くそだね。竿が長いといいんだけどね。竿がいかんせん短いシーバスロッドとバスロッドとかでやってるんで、こうそこら辺まで来たらふわっとふわっとしないといけないね。これだけまたバラしてたらいろんな方からアドバイスをいただけるんじゃないかということで、前打ち竿だったらいいよとかね。さあハゼちゃん夕方来たよ。夕方なりました。おお、当たってる。あ、魚ついてる。お、当たってる当たってる当たってる。いい引きだね。おお、これはバラしたくない。これはバラしたくないですぜ。この波を利用しようか。この船の波を利用して。よっしゃ、ハゼついてる。よし、
よっしゃ、来た。そろーりそろーり。そろーりそろーり。よし。よっしゃー。お、いいはぜ。大きいね。まあまあの大きさだね。餌はね、今日たくさんあるから、どんどんね、やっぱりフレッシュな餌にね、取り替えて、打ち替えてね、打ち返していくっていうのがすごく大事です。寝てるこれも。よし。よし。来たー。これも結構大きいよ。いいハゼ。ちょうど夕焼けがね、差し込んで日が沈む頃にバババッと釣れた後、ピタリとちょっとね、止まった。ちょいっと。餌は全然食われてない。もうこれはちょっと、今日は終了の合図かもしれないね。これはね、こういう時はね、粘ってもしょうがないから、もうちょっとやってみて。ダメだったらもう切り上げよう。はい、ということでね、今日あまりねハゼ出なかったですけれども、遠いところとかね、近いところとかいろいろと攻めてみたりね、時間帯もねいろいろと夕まずめ前から入ってやりましたけれども、やっぱりね日暮れの時、日が沈む頃にねバババッとね5ヒットで3キャッチっていうところですかね、ちょっと足元で2つバラしたらまあもったいなかったですけど、今日はもうあんまり長くやってもね多分ハゼあんまり出てこないんで数はちょっと取れなかったですけど、またねハゼ釣り行きたいなと思います。続くということで農家にさせてください。農家えいえいえい、これぞ本物の江戸前のハゼということで食べたいと思います。Hello, John.